本日は三井大橋にやってきました。幽霊さんがいるのがこの車道の方らしいんですが、こっちは車しか通れないので歩行者の方から行って覗きたいと思います。行きましょう。すごい綺麗な橋だね。明るいし。下は水。なんでかわかんないけど、学ラン？昔の学ランっていうのかな、帽子をかぶってる男の子の幽霊さんがいる。カバンも持ってるな。なんでだろう。風が吹きますね、結構。女性の幽霊さんもいるな。眉毛が細い。赤いスカートだ。目も結構鋭い感じ。今通行人の方、多分ご近所の方かなに、一人でこんな時間に歩いてたら危ないですよって言ってもらいました。地元の方には有名なのかな。だいぶ反対側の方までやってきましたね。水の音がする。というわけで渡り切りました。三井大橋でした。